新潟競馬場、本日のメインレースの発走です。
スタートしました。ソルトスワーブ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがソルトスワーブ、続いていくのがランサスクリーン、先頭はランサスクリーン、短期の逃げに持ち込みたいところ。その外から山のスキー、シャープレジャー、そのうちに続いています。その外にアウトチャイムズ、さらには東証サミット、並んで17番ブルーダーバン、ドゥーベット、それに続きます。青の帽子朝霞2ビート、その後ろナローサベラ、その前に進出、内からはステージエレクトラ、その後ろからはアイキタワー、その外にサバナエクレア、すぐ後ろにロングミラー、その後ろにトリガーティーミー、その隣にメジロモンスニー、これに続いてアレスタウェア、しんがりからシンボリヨーク、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ここでシャーププレジャー先頭に変わりました。ランサースクリーン、ほとんど差がありません。ソルトスワーブ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。シャーププレジャー先頭、さあランサースクリーン一気に来た。さあ先頭に立ったのはランサースクリーン、1馬身から2馬身のリード、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ランサスクリーン先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。残り 200m、 ナローサベラ先頭だ。一気にアレスタウェア、アレスタウェアかわす、アレスタウェア1着、2着はナローサベラ、3着に朝霞2ビート、見事に勝ちました、アレスタウェア。